さあデッドバイデイライト、今回は弱くなったと言われるリンちゃんを、このアドオン2つにパークはね、こんな感じの知能系が結構強いくなったって言われてるんで、こんな感じのパーク構成でやっていきましょう。いやでもどうなんだろうな、でもフェイズウォークのスピードはそのまんまだから、いくら姿が見えるようになるの、音が聞こえるようになるのか、まあ、どっから来るか分かりやすくなったってことかな。まあでもそれでもスピードは速いからな。まあでもまだ全然使えると思うんだけどな、リンちゃん。俺はまだ全然使えると思いますけどね、リンちゃん。だってまあでも今までが強すぎたんだ、ナースと一緒で今までが強すぎたんだと思うけどね。ナースは弱体化食らったけど今でも強いけど普通に。でしかもなんか3ブリ復活してるし。だからまあね、弱くなってもまたね調整入ると思いますよ。まあ強くなったり弱くなったりっていうバランスの繰り返しだと思うから、どのキラーもそうだもんね言っても。さあやっていきます。そういこれみんなに聞こえるからね。みんなに聞こえるアドオンとチャージがちょっと速くなるやつ。ちょっとさ、知能恩恵使う前に壊さないでね。いやー、あそこの地下かな。なんか呪いってあそこに絶対湧くよな。なんかマップで決まってるんだよね、どこで。え、意地ってなくね？慎重すぎない？あ、浮いたわ。こんちは。行ったね。え、全然強くね？全然強えやん。なんで今しゃがんだ？あ、負けてるな。彼の興奮だから。みやん。え、普通に強いやん。じゃあ倒して。オッケー、ナイスー。なんか何気に BGM 変わったんだ。おお、知能恩恵強ない？おい。え？普通に強くね？どこが弱体化したんだこれ。何が壊れた？縁か。
たね。いやー、知能恩恵使う前に。なんかいるぞ。なんか今ジェイグの声したんだけどな。まあいいや。うん、回復入れたね。うい。あー、ただブロックされてるんですね。板使えないんですね。強ないか。いや、知能恩恵マジ強くね。いや、これ音でバレちゃう。普通に強くね？破滅が壊れる。知能恩恵が残ってんのはまだいいね。これはちょっと半分いってもらいたいな。半分いったら離れようか。やば。オッケー。デッドハードだったよね。はい。ストライク。ナイーラッキさあ。いや、知能恩恵はマジついた。知能恩恵はマジ強えわ。うい。スプは？はい。OK。よし、うわー、何壊れた？何壊れた？うわ、血の恩恵壊れた？マジかー。どうでもいいのが、
残ったな。いや、これさ、知能恩恵が普通に使えるようになったらマジで神パークだな。呪い関係なく使えるようになったら。うい、おっと、やるね。まあそっち行くよね。いや普通に強ないか。いや板まで行かれちゃうな。はい、遠いな。進んでるね。いたわ。こと隠れますな。クソやりよる。開いた。一回離れるの手だね。この人おぼせなんだよな。普通に強いやんけ。はい、奥にジルがいたから、キャンプする必要ないぐらい強いんだが。いやでも知能系はマジ強えな。うい、板あるよねそこ。いやでもチャージ速くなるやつはマジいいな。前からあったけどねこれ。うい、ねえねえねえ、どこが弱体化したのこれ。どこが弱体化したんですかこのキラー。普通に強ないっすか。まあでもそろそろ削りたいけどな、いい加減。なんだ。間に合うか、救助。間に合うか。この
はい。さあ、初勝負行こうか。最後の一人になると出現するんだったよね。回復したな。どっちが。うい。お、うまい、それはうまい。あっちあった、お見事。そっか、最後の一人になんないと出ないってことは、這いずりしても意味ないってことか。最後2人になった時に1人這いずりにしても意味ないってことか。まあ意味なくないか。まあ一応這いずりにしてガチでやるな。まあハッチは、あ、意味なくはないか。いやでもハッチの場所わかんねえ。まあでもこういう勝負でもういいかもね。どっちか用意挑んで。なるほど。っていうかさ、全然弱くなってなくね。普通に強くね。はい、ってことで今回は弱くなったハテナ、リンちゃんを使ってみました。ということで、では。